妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。出直してきた方がいい？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。元気そうじゃない。じゃあ改めて久しぶりだね。パッと見異常はないみたいだけど。それはこっちのセリフ。獄中自殺の次は少年院で年越しなんて事後報告じゃ済まされないよ。ほんと目が離せない人だよね。それじゃあ本題ね。はい、これ。チョコ。危ないものは入ってないから安心して。最悪、塀の中に送らなきゃいけなかったからね。例の新薬の前に話した女の子ね。順調に回復しているらしいの。普段の仕事もうまくいってる。すっかり町のお医者さんってわけ。どうも。気がかりなのは君の安否だけだったけど、こうして出てこれたし、その心配もなさそうだね。どうかした？そう。隣いい？迷いはないみたいだね。どうかな。でも寂しくないって言ったら嘘になるかも。そういえばだけど、君なんか雰囲気変わった？少し会わなかっただけなのに前よりもいい顔してる気がする。ああ、でも変わったといえば私もかな。医者として患者を救いたいって気持ちとは少し違う。私自身の全てをかけてその人の助けになりたい。今そういう気持ちが自分の中にあるんだ。相手が誰かは言う必要ないよね。年下になんて全然興味なかったのに。ちょうどよかった。お前に客だぞ。